はい、じゃあ頑張っていきます。初めてで、ね、いきます。オープニングから見ていきましょう。オッケーのところですかね。鶏カードが、この庭のオッケーなのかなのところにあります。あ、初カード手に入れましたね。ドクロ鬼カード。あ、赤鬼カードも手に入れましたね。あと1種類かな。よーし、手に入れました。鬼瓦カード。話しかけると、おう、桃太郎のんびり旅をしておるか。もう一度ここに来た記念にこれをくれてやろう。おー、やった。このお地蔵さんのところが通れるようになっていて、ここ左に進むとさらに奥に行けるようになってるんですね。ここまで行けて、行けるんですが、桃太郎が見えるところのこの木を調べると、左側ですかね。タヌキを解くカード。ここでカードが手に入ります。で、こっちでも、今度は右側のところを調べると、タヌキ女カード。っていう感じで手に入ります。で、もう一個カードがあって、ちょっと下に戻ってもらって、浮き矢があるんですけど、浮き矢のここが入れるようになっていて、こっちだったかな。ウサギを解くカード。ここでもカードが手に入ります。こっちは何もなかったと思います。おお、やった。青鬼カード手に入れましたね。オッケー、黄鬼カード手に入れました。長かった。オッケー、あ、地獄瓦カードも手に入れましたね。いやー、なかなか変化率が低くて。おお、桃太郎鬼退治頑張ってるようじゃな。この褒美といってはなんだが、この野郎、それ、受け取れ。金座仙人カード、これで手に入ります。ここにですね、岩があるんですけど、調べると、ウサギ女が、ここにカードがあります。弱かった。ちょっと期待すぎましたかね。20両。銀の鬼カードも手に入れたと。ここだ。ネズミ女カードを手に入れた。この、両説がいると、この右端の、このちっちゃいキノコですね。を調べると、カードが手に入ります。もう一箇所が、ここだ。ネズミ男カードを手に入れた。今度はあれですね。左上のマップの、このちっちゃいキノコを調べると、またカードが手に入ります。を倒せた。銀の鬼よりは強かったですね。桃太郎は25両、30、OK。おー、9台になった。OK、53か。全回復。で、両鉄カードを手に入れた。ロックルの守り代わりじゃ。おー、ありがとうございます。抜け出し仙人カードをここで手に入れた。おー、回収の刺激。倒せた。かっこよかった。金の鬼を懲らしめた。100両を180。よし、10段になりました。58に増えた。力が3上がった。よーし。全回復で金の鬼カードを手に入れたと。この宿屋の桶を調べてあげると、ゴンビーの村の男カード。で、もう一個が、医者のところですね。医者の近くの、このツボかなを調べてあげると、ゴンビーの村の女カードを手に入れた。いえいえ、これはお褒めの印です。受け取ってください。おー、ここでカードが手に入ります。チューチュー。どうぞゆっくりしていってください。ありがとうございます。桃太郎か。稲妻の術をうまく使いこなしていくか。これをお前にやろう。これを見て仕組み始めよう。よーし。カード手に入れましたね。はい、ちょっと実家に戻ってきました。おじいさんに話しかけていきます。桃太郎、いや、桃太郎、カードアルバムを持っているのかい？なら、わしらのカードをあげるからアルバムに入れておくれ。おじいさんカードを手に入れた。おばあさんカードを手に入れた。たまにはカードを見てわしらのことを思い出しておくれよ。いつまでもわしとばあさんはお前の借りを待っているよ。ありがとうございます。おお、やった。火炎瓦カード手に入れましたね。スルメカ10体倒してたんだ。はい、もう一回ちょっとカード仙人のところに来ました。わしはカード仙人じゃ。カードは溜まっとるか。よしよし、それではこれもお前のアルバムに入れておくれ。ああ、先にカード仙人カードが手にあるんですね。で、治水コウモリカードも手に入れたと。で、コウモリカードも手に入れました。よし、あ、よし、手に入りました。緑色のカードを。よし、手に入れました。大コウモリカードですね。おー、手に入れました。鬼レンジャーカードですね。おー、グルメの鬼カード手に入れました。よーし。おー、ビジュアル系の鬼カードを手に入れた。大
体感では半分だから2匹倒したことになるんですかね、アンコールのやつは。おお、手に入れました、文学の鬼カード。長かった。おお、漢字の鬼カード手に入れました。長かった。おお、やっと手に入れました、携帯の鬼カード。いやー、長かった。文字にしていきましょう。あなたが私が見込んだ通りの正直者のようですね。この正直なあなたに素敵な贈り物をあげましょう。さあ、この素晴らしい品を持っていきなさい。木のうんち、銀のうんち、うんちの女神カード。さらに、おー、さて、お前にいいものをやろう。大事にしてもらったぞ。記念セミカードを手に入れた。ありがとうございます。おー、シャレコーベ鬼カード手に入れましたね。ここに花坂じいさんのカードがあります。あ、いや、ちょっと期待すぎたかも。ちょっと弱かったですね。桃太郎は180手に入れた。200黒鬼カード。水のうんち投げ込んだと思うんですけど、ここに戻ってきてるんですよね。で、話しかけてあげると、桃太郎さんお役に立てましたか。これをどうぞ。リこれで鉄のうんちカードを手に入れることができます。六角の術の調子はどうじゃ。腕は落ちとらんか。ふむ、頑張っとるよ。じゃから、じゃからな。褒美にこれをやろう。桃太郎頑張れよ。ありがとうございます。六角天人カードを取って、おーし。ゲラダヒヒ鬼カードを手に入れた。おーし。イノシシ鬼カードも手に入れました。おー、変服カード手に入れましたね。おー、治水天座カードも手に入れました。よし。トラフズク鬼カードを手に入れました。大川堀カードも一緒に。おお、手乗り鬼カードめっちゃ倒したから手に入れました。おお、手長鬼カード手に入れました。よーし、足長鬼カード手に入れました。おお、鈴鹿御前カード手に入れました。鬼の目カード手に入れましたね。ネズミ鬼カードも手に入れました。睨み鬼カード手に入りました。トラ鬼カード手に入りました。トラ鬼強かったですね。骨鬼カード手に入れました。やったー。おーし、やっと手に入れました。無知鬼カード、よーし。無知の鬼カード手に入れました。おーし、やったー。クマ鬼カード手に入れました。お、夜叉カードも手に入れましたね。おー、極卒亡者カード手に入れました。あ、暴発亡者カード手に入れました。大八猛者か。倒せましたね。ちょっとレベル上げすぎちゃったかもしれない。うん、オッケー、いいでしょう。120。よし、竜時カードを手に入れた。これあげるよ。金太郎のあんちゃんと仲良くしてね。おー、金太郎カード。話しかけられましたね。村を助けてくれてありがとう。これはお礼よ。村祭りを楽しみにしてね。おー、岩田美人カード。そうか、その人に話しかけるともらえるんでしたっけね。おー、ミミズクカード手に入れました。おー、やった、シマフクロウカード手に入れました。おー、手に入れました、ヨルゴロスケカード。おー、アバレウシカード手に入れました。おー、よし、野球カード手に入れました。お、アバレウマカードやっと手に入れました。よっしゃ、クロコマカード手に入れました。お、やった、モージャカード手に入れました。鬼面ガニカードを手に入れた。ちょうどいい、お前にこれをくれてやろう。よし、これで冬千里のカードも手に入れました。お、カブトガニカード手に入れました。よし、おー、倒せましたね。攻撃は強かったけど、うん、倒せてよかった。150、おー、竜巻鬼カードを手に入れた。おー、やった、浦島太郎カードを手に入れた。あ、漁師カード、ここにありましたね。ここが、若返りの泉に行く途中のところなんですけど、下から来て、上に行って、ここを上に行って、ここですね。ここにありました。おー、どうぞお納めくださいな。あー、竜宮の女官カード、ここで手に入るんですね。隣の乙姫様の隣の女性からもらえると。あら、あなた私のファンなの、じゃあこれあげるね。はい、こんな感じで、竜宮の踊り子カードを、この人2回話しかけるともらえるって感じですね。桜を持ってることが条件なんですよね。で、
事前に買っておきました。花坂の村の花屋があるんですけど、そこに売ってるので、桜買ってきてあります。ちょっと話してみましょうか。まあ、桃太郎さん、素敵なお花をお持ちですね。いかがでしょう？その花を私にいただけませんか？ちょっと家にするとどうなるのかな？そうですか、それは残念です。あー、チクチクと傷んでる。ごめんなさい。あげます。はい。ありがとう、桃太郎さん。これと言っては、恥ずかしいのですが、これをお持ちになってください。あー、ありがとうございます。こんな感じで乙姫カードが手に入ります。花が開いたお祝いだ。これもらってくれや。おー、ありがとうございます。あ、そうですね。やっぱりデンスケだ。デンスケカードを手に入れた。お頭好きの魚が一番のごちそうだ。誰か新鮮な魚を持ってきてくれよ。あ、新鮮で言ってるからやっぱり、どうなんでしょうね。お、これだよこれだよ。うまそうな鯛だな。桃太郎さん、その鯛ごちそうになるよ。こいつは俺だ、取っといてくれ。おー、おみこしカード、ここで手に入りましたね。お、疫病鬼カード手に入れました。これを授けよう。ありがとうございます。目覚まし仙人カード手に入れました。たまにはこれでも眺めてのんびりたい。ギザテン仙人カード。ありがとうございます。おー、トラオカードも手に入れました。お、病魔鬼カード手に入れました。お、飲み鬼カード。飲み鬼カード手に入れましたね。お、万病鬼カード手に入れましたね。よーし、ムクロ鬼カード手に入れました。お、国有夜叉カードも手に入れました。お、手に入りました。雲猿カード。よーし、カツラギ御前カード手に入れました。やっと手に入れました。白骨鬼カード。長かったー。倒しちゃいましたね。いやー、めちゃくちゃ白骨鬼が全然出てこなくて、めちゃくちゃレベルが上がっちゃったんですよね。200。お、四天王寺カード手に入れた。ありがとうございます。まあ、よう来た。これ、これをやろう。大事にするのちゃうと。あ、ありがとうございます。ここで急増専用カード手に入りますね。お、氷雪ガニカード手に入れましたね。やった。お、吹雪御前カード手に入れました。よーし。お、氷室鬼カード手に入れました。お、熊高カード手に入れました。おー、冠熊高。やっと手に入れました。お、長槍鬼カード。手に入れました。お、手に入れました。白夜馬カード。お、白虎カードも手に入れました。私からの土産じゃ、オッケーオッケー。ここで守り仙人カードを手に入れました。ありがとうございます。お、氷河御前カード手に入れました。お、まさかり鬼カード手に入れました。すいません、ちょっと忘れていたんですが、卵、鍵縄もらった状態でもう一回キッチョムさんに話しかけると、カードがもらえます。これつまらないものですが、どうぞお受け取りください。これでキッチョムさんカード手に入れることができます。お、雪鬼カード手に入れましたね。よーし。おー、雪原コウモリカードも一気に手に入れましたね。お、ヒムロザルカード手に入れました。お、飛び天夜叉カード手に入れました。お、よーし。ヒムロヤシャカードやっと手に入れました。おう。ヤシャ姫の顔が少しずつ変わっていくではないか。厳しく険しかった顔が、自然に優しい顔になっていくではないか。おー。いいですね。ヤシャ姫かわいい。97両持っていった。あ、コンビ。桃太郎さん、日頃お世話になってお礼がしたいのね。このカード受け取ってほしいのね。おー、やった。絵のカード手に入れました。こんな感じで千両、絵のにあげると、カードが手に入るんですけど、やっぱりこの時期だとめちゃくちゃ早い段階でもらえましたね。あー、で、分身は、でも倒せた。ありがとうございます。分身が守ってくれた感じかな。桃太郎たちは800両手に入れた。この数300。あー、そっか、ボス戦だとちょっと痛いな。金太郎が31段になった。よーし。しこめカードを手に入れた。もう一回ちょっと使ってみると、これやるからほっといてくれ。こんな感じでメタローカード手に入れることができます。確かエノンカード千両エノンに奪われて取ったんですけど、それと同時に、石像も、こんな感じで、キングボンビーの石像になってるみたいですね。
で、さらに調べてみると、キングボンビー、この俺様に話しかけるといい度胸、この度胸に面してこれをくれてやろう。キングボンビー。こんな感じで、キングボンビーの増カードを手に入れることができます。せっかく来たんじゃこれをくれてやろう。あ、ありがとうございます。フリーセミカード手に入れました。お、キツネカード手に入れましたね。お、やったー。白狩りカード手に入れました。お、豆鬼カード。初カードですね。微笑みの大事で手に入れました。やっとゲットの鬼カードを手に入れました。やったー。おー、歴史の鬼カードを手に入れました。よし、社内販売の鬼カード手に入れました。おー、友達ん家の鬼カードを手に入れました。いや、いい鬼だったな。お、芸術の鬼カードを手に入れました。結局、ちゃんと戦えなかったですね。おー、やっと手に入れました。骨鬼ゾーンカードですね。やったー。よーし、ギャンブルの鬼カードを手に入れました。よーし、レンタルの鬼カードを手に入れました。あ、足長鬼さんカードを手に入れましたね。やっぱりじゃあこれ倒していたことになってたんですね。おー、やった。算数の鬼カードを手に入れました。長かった。おー、やったー。追っかけの鬼カード、やっと手に入れました。長かった。あんまり出なかったんですよね。やっと手に入りました。タカさんチェックカード。あ、いいもの、風景を大事にする。ありがとうございます。ボスバトル専任カードを手に入れた。仲良くやってるお前たちにプレゼントや。ありがとうございます。料理専任カードを手に入れました。ブルーモンキーズカードを手に入れて、マシラカードも手に入ると。オッケー。あ、来ましたね。このカード急にもらってください。あ、坂口さんのカードを手に入れた。あ、このカード急にもらってください。おー、カドは来たかな。ありがとうございます。お、このカード急にもらってください。アケチさんかな。ありがとうございます。あ、このカード急にもらってください。坂口さん、ありがとうございます。あ、このカード急にもらってください。ありがとうございます。芝さんのカード手に入れた。お、チトキカード手に入れました。チトキで合ってるのかな、読み方。お、キマイラカードも手に入れました。お、サボテンカード手に入れました。お、スナビロンカード手に入れました。変わった敵でしたね。歩いて2本のところに。確かカードがあるんですよね。ここかな。あ、あと、常夏の村の女カード手に入れました。あ、ありました。常夏の村の男カード。この花壇のところにありました。なんか真ん中のあたりを調べないとないみたいですね。一番東の真ん中ら辺の民家の、あの花壇のところにカードがあります。このあたりですね。の、ここですね。ここにあるっていう感じになってます。お、鬼面鐘カードを手に入れた。お、アリチョークカードを手に入れました。倒せました。そんなに鍛えすぎたせいか強くなかったですね。千秒、よしよし、水鬼カード手に入れました。桃太郎さん、夫から話を聞きました。あなたは村の恩人です。これはどうぞ受け取ってくださいな。よし、ありがとうございます。こんな都の尊重カード。村を解放した後に奥さんに話しかけるともらえるみたいです。あ、赤うかりカード手に入れました。お、百面鬼カード手に入れました。よーし、桃太郎たちはアシュラの攻撃に見事耐えた。よーっしゃ、力尽き、その前に倒れ込んだ。なんとか倒せました。3200両。1200。すごい、たくさんの弾がやりました。オッケー。金太郎も上がったと。おー、アシュラカード手に入れました。桃太郎さん、いつもお世話になってるから、これあげるね。あ、ここでマダラチョカード手に入れましたね。五重の塔の入り口のお姉さんって感じかな。お、都踊りガールズカード手に入れましたね。なんかこの女の子に全員に話してからおばあさんと話すともらえるみたいです。さっきこれ拾ったの桃太郎さんにあげるわ。お、アシュラ大カード手に入れましたね。ありがとうございます。そうですね、カード道場の近くの女の人って感じですかね。さっきこんなものを拾ったんです。桃太郎さん、どうぞ。
お、付着カードありがとうございます。五重の塔の左にいる人にもカードがもらえるからもカードがもらえるみたいですね。希望の都は活気を取り戻したお礼です。受け取ってください。お、空洞にカードありがとうございます。五重の塔のそばのおばあさんからもカードがもらえるみたいですね。桃太郎さん、鬼退治ご苦労様です。これをどうか。お、火の玉カード手に入れました。ありがとうございます。五重の塔のそばでそばのおじいさんが出ましたね。鬼と戦うときは神様も注意していたが、まさか首に当たると。あ、隅のギニーカード、ここで手に入れましたね。これと言っちゃなんですが、これと。ここで板前カードが手に入れます。ありがとうございます。魚を10匹売ると、板前カードが手に入るみたいです。花坂の村にやってきました。猿回しの、猿の芸人がいたと思うんですが、ここの人にもう一回話しかけると、お、希望の都の仲間の芸を見てくれましたか？そうですか、あいつらも元気でやってましたか？そうだ、お得意さんにはサービスしなくちゃ。さあ、これをどうぞ。猿回しの男カードを手に入れた。こんな感じで、希望の都の、猿回しと話すと、話してから、花坂の村に戻って、この人に話しかけると、カードがもらえるっていう感じになってます。桃太郎、ちょっとエッチな怪しい夢見てみよう。はい、ありがとうございます。お相手の仙人カード。お茶の名帳カード手に入れました。ありがとうございます。お、ベニクジャクカード手に入れました。ありがとうございます。お、着魔ヒヒカード手に入れました。獅子カードも手に入れましたね。ありがとうございます。お、やっと点灯機カード手に入れました。ありがとうございます。お、毒エラヒヒカード手に入れました。お、邪灯機カード手に入れました。これを持っていくがええ。私からのお気に入りじゃあ、ミルク手にカードありがとうございます。お、ビロンカード手に入れました。お、雪ハンニャカードを手に入れました。お、金狐カードも手に入れました。ありがとうございます。あ、十字狐カード手に入れました。おー、やった。混合般若カード手に入れました。ん？倒した。大害鬼を懲らしめた。おー、千両。大害鬼カード手に入れました。ありがとうございます。猿翁場カード手に入れました。桃太郎、わしの仲間は役に立っているか？あ、来たかな。奈良美地蔵は旅人の味方、これをやろう。おー、ありがとうございます。地蔵カードを手に入れた。なるほど。金太郎を仲間にした後って感じなのかな。お地蔵さんじゃなくて、金太郎を仲間にして、お地蔵さんもさらに仲間にしていって、話しかけるとっていう感じですかね。お、夢見クジャクカードを手に入れました。よっしゃ。お、天狗帳カードを手に入れました。ありがとうございます。お、オロチカードを手に入れました。お、口縄オロチカードを手に入れました。ありがとうございます。お、きなこ棒カード手に入れました。ありがとうございます。お、のっぺら棒カードありがとうございます。あ、ドフモコフモカード手に入れました。ドフモコフモですよね。お、倒してました。結構鍛えてたんで、そんなに苦戦はしなかったですね。千両を、お、38番。ありがとうございます。OK。で、ヤマンバカードを手に入れたと。お、ガキ玉カード手に入れました。お、ヨモツ獅子カード手に入れました。お、ヨモツ般若カードも手に入れました。この水たまりのくぼみのところですね、調べてもらうと、ここに牛カードがあります。どうだろう、これはわしのカードじゃ、大事にせよ。やったー、ありがとうございます。金太郎行くまでもなく倒しちゃいましたね。OK。3000両を800、潮吹き鬼カードを手に入れた。お、ガラッパドンカードを手に入れました。で、タロボカードを手に入れたと。ありがとうございます。よく来たな、桃太郎。ほら、これを前に渡しておこう。ニアラ仙人カード手に入れました。ありがとうございます。お、川太郎カード手に入れました。これをやるから、早手の術を忘れるでないぞ。わかりました。早手仙人カードです。
ありがとうございます。お、黒ガッパカードありがとうございます。お、シリコガッパカード手に入れました。お、エビセンガッパカード手に入れました。モノタロよく来たな。活躍は聞いてある。お前たちにこれをやろう。OK、ワブヨセ仙人カード手に入れました。ありがとうございます。これをやるからな。くじけずに頑張るのじゃ。ありがとうございます。山彦仙人カード手に入れました。お、大ナムチカード手に入れました。みんながお前たちに期待しておるのじゃ、頑張れよ。ありがとうございます。あ、わざわけ仙人カード手に入れました。お、操り同時カード手に入れました。よく頑張っとるよ、じゃあな。これをやろう。おー、ありがとうございます。倍力仙人カード手に入れた。お、火炎羅刹カード手に入れました。お、濁流羅刹手に入れました。お、稲妻羅刹カード手に入れました。お、闇空物カード手に入れました。あ、腹出しカードをやっと手に入れました。めちゃくちゃ長かった。あ、回復してますね、 HP で倒せたと。 OK、 5000秒1000。お、風神カード手に入れました。お、ヌエカード手に入れました。お、機動丸カード手に入れました。お、毛量カードありがとうございます。手に入れました。おーし、音量カード手に入れました。OK、チミ毛量カード手に入れました。お、脱税場カード手に入れました。よし、ビシャーダーゴック卒カード手に入れました。お、逆連鬼カード手に入れました。お、ガネーシャカード手に入れました。エンバーカードも一緒に手に入れましたね。ゴズカード、メズカード手に入れました。実は私は織姫様に憧れていたんです。でも織姫様は彦星様と幸せそうにしておられます。桃太郎さん、どうかこのカードを受け取ってください。あ、間違えた。彦星カードじゃなくて織姫カードが手に入る。おや、桃太郎さん、織姫カードをお持ちですね。私のカードも差し上げますから、並べて持っていてください。よーし、ありがとうございます。ひこ星カード手に入れました。お、鬼面魚カード手に入れました。あ、怪獣カード手に入れました。あ、濡れ女カード手に入れました。ちょっと出にくい印象でしたね。おまけに、これもつけてやるぞ。サービス満点じゃな。満金仙人カード、ありがとうございます。お、一角鬼面魚カードも手に入れました。お、磯女カード手に入れました。お、火牛カード、火牛？火牛ですかね。カード手に入れました。お、朱面魚カード手に入れましたね。お、よし、雷牛カード手に入れました。人魚カード手に入れました。人魚もなんかあんまり出ない雰囲気でしたね。お、よし、ピンコーニカード手に入れました。最後の最後で戦えましたね。OK です。ガキカード手に入れました。お、毒牙地獄カード手に入れました。あ、赤ビロンカード手に入れました。あー、倒した。攻撃力は下がんなかったっすけど、倒せましたね。7000両1100。雷神カード手に入れました。あ、OK、地獄の小切りカード手に入れました。お、三面章カード手に入れました。お、岩ビロンカード手に入れました。あ、危なー、倒せましたね。もう一ターン金太郎を攻撃してたら、やられちゃってましたね、山彦で。OK、8000両を。1300。OK、羅生門の鬼カードを手に入れた。なんだかなまっちゃいます。桃太郎を目の前を調べた。あ、ここですね。つづら屋の隣の井戸の下の桶のところに、スズメカードがあります。あ、妄想地区カード、早速手に入れました。お、オカメザサカードも手に入れましたね。お、スクナカード手に入れました。まずはこれを受け取りくださいませ。お、かぐや姫カード。確か5つの宝物を取ってから話しかけるとカードがもらえるっていう感じですね。カード手に入るんだった。ちょっ
ちょっとシュールですね。困った顔の時だと。おじいさんカードを手に入れた。かぐやのカードのそばに私のカードも並べてくださる。わかりました。なんかちょっとシュールなんですが、かぐやのうまさカードを手に入れました。お、地獄混合カード手に入れました。お、よもつ混合カード手に入れました。OK。すいません。余裕でしょうとか思っていたら、結構タフくて、攻撃力も結構強かったですね。で、サコンキカードを手に入れました。お、バッカンジャキカード手に入れました。お、シュテンジャキカード手に入れました。お、ラショウジャキカード手に入れました。よかった、倒せました。OK、ウコンキカードを手に入れました。お、アイラバタカードを手に入れました。お、ヤサブローバカードを手に入れました。お、ウンバカードを手に入れました。あ、負担な極卒カードを手に入れました。よし、ケンダバ極卒カードを手に入れました。お、天狗鬼カードを手に入れました。お、クバンダ極卒カードを手に入れました。あ、ありましたね。エンマダイオカードを手に入れた。よし、勝てました。やられたか。しょうがない、桃太郎さん、これをどうぞ。ありがとうございます。これで、都の長老カードを手に入れました。ありがとうございます。天の尺カードを手に入れた。ありがとうございます。福の神カード。ありがとうございます。福の神ゴッド。ありがとうございます。天の尺 Z。ありがとうございます。エキジャカードを手に入れました。福の神キングカードを手に入れました。お買い上げになりますか？お金で買えるんで買っちゃいましょうか。いい買い物ですよ、毎度あり。タル回しのカード、ありがとうございます。もう一回話すとどうなるんだろう。あ、なるほど、どんどん売ってくれると。1万両で犬カードを買っていきましょう。ありがとうございます。犬カード手に入れました。お、うんちカード来ましたね。5000両で買っていきましょう。ありがとうございます。うんちカード手に入れました。うんちカードありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カメカード、金八カードを手に入れた。ずいぶん熱心に道場に通ってくれてます。通ってくれますな。道場を営むわしとしては嬉しい限りです。そこでお礼に桃太郎さんにこれを差し上げましょう。これで桃太郎カード入手しました。いつでも道場に遊びに来てくだされ。なるほど。OK、ありがとうございます。はい、これでついにカード全種揃えることができました。297種類ですね、全部。297集めることができました。こんな感じでアルバム全部載ってるんですけど、後で一気に見ていこうかと思うので、一旦これでやめちゃいます。